アクセル・クレルジュは、フランスディジエ出身の柔道家。階級は 81kg 級と 90kg 級。2006年の世界ジュニア 81kg 級で3位になった。2009年のグランドスラムパリで3位になるが、世界選手権では7位だった。2010年のワールドマスターズでは2位となった。しかし、2012年のロンドンオリンピックには、出場できなかった。 その後階級を 90kg 級に上げて、一定の活躍をするも、2016年のリオデジャネイロオリンピックにも出場できなかった。グランドスラムバクーとグランドスラム東京では2位になった。2017年の世界団体では3位だった。2018年の世界選手権では準決勝で、キューバのイバンフェリペシルバモラレスに敗れるも3位となり、31歳にして、 初めて世界大会でのメダルを獲得した。世界団体では決勝の日本戦で向井翔一郎に一本負けして2位だった。2019年に東京で開催された世界選手権では準々決勝で敗れるも、その後の敗者復活戦を勝ち上がって3位になった。世界団体では決勝の日本戦で村尾三四郎を敗るもチームは敗れて2位だった。この試合、 西田優香によれば、三角絞りをかけながら、クレルジュが抑え込んでいたのに、主審は、抑え込みをせんすることなく、待てをかけてしまった。そして、ビデオ判定で、クレルジュの一本勝ちに変更となった。主審は片手を真上に上げ一本のジェスチャーをした。公式記録でも、三角絞りで、村尾が参ったし一本勝ちしたことになっている。西山昌司は、 村尾は一回タップしているがこれは参ったではなく、待ててをアピールしたものであろう、と述べている。しかし、2020アイフレフェリングセミナーにおいて、アイフ審判委員会は、正しくは7秒間、クレルジュが三角型で抑え込んでおり、待ててがなければ10秒は、抑え込んでいたであろうから、ゴールデンスコアでの技ありで、クレルジュの勝ちとした、と述べた。主審は抑え込みを占しておらず、 村尾は全く逃れようとはしてなかった。また、団体戦において、勝利数が同じ場合、関係してくるポイントは一本勝ちが10点、技ありによる優勢勝ちが1点と異なっている。2020年7月に日本武道館で開催された東京オリンピックでは3回戦で敗れるも、混合団体では決勝の日本戦で向きを大内狩りで破ると、チームも優勝を果たした。 8 1 81キログラム級での戦績9 0ラム級での戦績、ありがとうございます。